L235 パスト。今回ね、このストップランプ球がねつかなくなりました。で、卵交換車もねつかないので、まあ、一回ちょっとね点灯確認します。こんな感じです。たまにね、つく時もあります。とりあえずね、テールランプ外していきます。まずね、1ミリ2箇所あとはね、引き抜くだけで。で、ここです。とりあえずね、この線抜きます。左回し。で、差し込み部はね、こことここです。で、このね、ダブル球ですね。このね、球の底が当たるところですね。そこのね、ブレーキの部分かけてます。この配線を変えていきたいと思います。で、外すのにね、この辺をバカッといかなダメなんですがね、ここにね、ちょっと指が入るカプラーのところなんで、ここからね、一回ねチャレンジしてみようかなと思います。新品部品はこれです。でカプラーがね、長い方ですね。長い方のどっちかにホストコついてます。後ろ側ですね、一番やりにくいとこで。ちょうどね、いいのがないので、こっちから行きます。結構ありました。まずね、ここ同じプラスね、結構回し続けます。ここまで行きましょうか。これゲジゲジで引き抜くだけです。結構大変です。ちょっとこれね、このボード外します。こいつね、1ミリで外して、こいつプラス外せばね、いけると思います。ちょっと外していきます。1箇所入れるとこあります。
ここにねピンあります。これね一番手前側にねホストがあります。こういう感じで刺さってます。先にね配線入れます。こんな感じです。前回ね玉変えたので今回はね元のように組んでいきます。このグレーがねウインカーで、これねオフセットがねこっちとこっち違うので合うように入れてください。黄色の玉はね全てになってます。バックはね、どっちも一緒です。でダブル球ね、ストップとスモール、これもね、方向あります。まず内張り組んでいきます。入る位置決まってます。左右ね同じように動くか確認してください。あと先に電気回り確認します。新品はねちゃんと出てます。上の方がね黒くなって溶けて中に入り込んでいます。あとはねテールランプつけていきます。1ね、ロックはね、このバックはついてますね。ストップとね、ウインカーはついてないです。合うように入れてください。まあ、履いてたようにね、入れてもらって、あとはここをね先入れ込んでもらって、ウェザーストリップはね後からでも入りますね。
これでね、もう一回確認します。今回ね、あの配線ですね、玉切れじゃなくて配線、ハーネス交換ですね、やっていきました。今のね、ソケット結構あります。だからね、玉変えてもね、つかない場合はね、一回ちょっとソケットを、まあ、確認してください。他にもね、いろいろ動画を出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。